今日コヨリートファイターやってたね。うん、いいなと思った。あのホロメンと一個だけめっちゃ違うのはめちゃくちゃ勝利打ってたな。うん、今気づいたわ。コロさんの JP、 ペコちゃんのホンダ、シシロンのマリーザ、ポルカのザンギ、スバルのキンバリー、全員昇竜内。あ、というわけで俺後藤真希後で見とくわ。僕後藤真希さんで気になってることを、一番気になってること言っていい？俺ずっと思ってたんですよね、あの配信とテレビってやっぱちょっとちゃうんかなって。なんやかんやさ、 VTuber ってなんかゲームやったりアドリブで雑談したりするからテレビと全然ちゃうよな。テレビって雑談せえへんしな。はい、ホロスさんの大会告知明日やね。あのそこで多分おそらく僕のことも言うやろうから、うん、僕も、ツイートします明日。なんとなんとホロスタ大会の MC をやらせてもらうことになりましたみたいなのを乗っかります。まあ俺も V になりたいなと思うことめっちゃあるわ。ストリートファイター6のタグで開いて右下にデカデカと V いたらちょっと行きたくなるもん。あ、VTuber いいなと思ったわ。なんつうか抵抗感がないよ。 KOG どんなデザインになりたいのか、どっちに振り切るかやね。うん、なんか中途半端なイケメンが一番歓喜するな。うん、完全に女性になるか、ゴリラさんみたいなノリでいくかやな。決め声プラス安入路線。いるんや、そういうやつ。どうも、皆さんこんばんは。今日もやっていこうと思います。公式 OG です。今日は、こちらの Steam の新しいゲームやっていこうと思います。卑猥な単語が出るっていうことで、その、ちょっとね、センシティブなワードが出ると思うんだけど、リスナーのみんなも、あんまり顔をあからめずに見てくれるとありがたいな。え、今のじゃないの？根原っぽくこのゲーム紹介してください。面白い、うん、面白いと思うよ。それはさすがにこれは新しいなっていうのがあって、新鮮さがある。面白い。梅原さんっていろんなとこでいじられるけどレジェンドなんだもんな。すげえよ。これ多分ね、格ゲー界隈が親しみやすい一番の理由っすね。いじっていい。うん、いじっちゃダメなプレイヤーがいないってのが多分、格ゲー界隈はかなりイケてる。今の僕、いじらんはないから。うん、VTuber 関連でめちゃくちゃいじるべきなんですよ。うん、めっちゃわかりやすくいじれる対象やん、僕って。うん、逆にいじらんかったら変な空気出るやろうしな。工事系おじいさん現れました。そうですね。最近はその、まあ、DJ とかでも頑張ってらしてるんですけどもね。まあ、他にもなんか、最近ね、まあ、いろいろと楽しんでそうですね、みたいな。なんか、そういう言い方されたら困るやん。うん。いじりまくるべきやねん、絶対。いじりが下手なやつがいじりやると、うわーってなる。はい。はい、これ、実は、すべての業界の悩みです。あるあるなんですけど。みんながいじるから、じゃあ俺もいじっていいんやって言って行く人って結構いるじゃないですか。あれだいぶ罠。関係値全然ない人がいじりに行くのはあれめっちゃ罠やから。普通にキレられるから、お前誰やねんって。っていうか、お前は誰、どこの誰みたいな。え、なんか話しかけられたんやけどみたいな、なるよ。当たり前じゃんね。これマジでみんな結構ミスりがち。これはね、格ゲー界隈も少なからずあるし、多分格ゲー界隈以外すごいんやろね、これ。めちゃくちゃ怒られんやろ。いや、アクアさんの金張り動画まだ見てないわ。ちょっと見とくね、あれ。10分以上あったやろ。じゃあ、モダン動画全キャラ上げましたってなったら、絶対埋もれちゃうんですよ。例えば、まあじゃあ、2ヶ月前に灰谷さんが動画上げたとして、その動画ってもう多分見ないんですよ、みんな。一番大事なのは、だからあの、スバルさんとペコちゃんが対戦した後に、キンバリーの動画を上げるってことやと思うんですよね。タイミングってやつや。
つまりきっかけが必要ってことですよね。ただただモダンの動画を20キャラ全部上げるっていうのはめっちゃきついんですよね。作る方もミコチスト6始めてくれ。めちゃくちゃミコチってさ配信見やすいんすよね。まあ俺もやってくれたらすごい嬉しいけど、対戦ものガチでやるってなったらな、そのちょっと配信内容変わってくるよな。キャラクリ大会視聴者参加型でもいいと思う。やっぱりストリートファイター6をやってるっていう事実が俺はありがたいと思う。今麻痺してるけどね、もうホロメンだけで多分なんか10人ぐらいやってるから、うおーこの流れでうおーってなってるけど、ぶっちゃけ一人でもやってくれてたら十分嬉しいっすよ。おそらくソウルキャリバーミンも結構嬉しいやろ。アキラさんがコヨがキャミー使って大奮起しとる。いいな、いいことやけど、俺だけちょっと怖いわ。俺はずっと怖がってるよ。アキラさんに教えてもらわないんですかみたいなコメントで溢れたらあ終わりやなってなるから、まあ今はないかな、うん、今はやっぱコウジ叩こうになってるはずやから。コウジさんのことが好きなリスナーがこんなにいるじゃん。ちなみに僕ちょっと見た、まあキャラクリ1時間かなと思って始めたら、トレモから入って全キャラ触って最終的にランク前行ったとこを見た。ちょっとやっぱなんかちゃうなと思った。そのまずキャラクリ2時間から始まるのが俺通過儀礼やと思ってたから、いきなりなんか対戦のコンテンツに行ってんのが結構最近のホロメンのなんかモチベーションいいなって思ってるね。多分そのほんまの流れってストーリー見てワールドツアーちょっとやってチュンリーかわいいってなって終わるんがまあ多分普通やと思うんですよ。おルークイケメンじゃん、チュンリーかわいい、はい今日はここまで、じゃあ明日からは人生ゲームやりますみたいな、まあ多分これが結構一般的なストリーマーやと思うんやけど、いきなり対戦行くのやっぱ熱いよな。あの感じだとキャミーでランクマしそうだけど、そうだねしそうだね。1時間だけやったらキャミーランクマもいいかもな。で問題はあのまんまやったら勝率多分ちょっと下がると思うんですよね。まあ、そこでやっぱ指示コメントが来ると思うんやけど、これをどう咀嚼できるかの勝負になりそうやね。うん、普通にあの感じでやったらそのアシスト台からコンボできる相手来た時に軽く負けしちゃうからな。みんなで集まって対戦会した方が良さそう。間違いない。間違いないっす。実際さ、ランクマ配信やっぱむずいよ。まあ、どの配信者もこれってどうしたらいいんやろうって聞くことがあると思うからな。そうするとあのワザップ含むコメントがいっぱい出てくるから、配信者もちょっとそれをどれを取るかわからないんですよ。ボタン連打すればいいよっていう方もいれば、前台パンチドライブラッシュからしゃがみ中パンチでプラス2だからガードしてたら投げてそこで当たってた時は中でみたいな詳しく説明する人もいるしな。配信者はどれをどの情報をちゃんと自分のできる武器として得るかという判断するのが難しい。